スプリンターズステークスの予想です。お願いします。はい。というわけでね、スプリンターズステークス、僕はですね、一昨年はね、3連複を的中しています。はい。で、去年は、外れました。なんで、的中外れときてるんで、今年はね、当たるんだ。間違いない。ということで、まあ、今から僕の言うことはね、まあ、多分正解なんですけど、今回のスプリンターズステークス、なかなかね、難しいんですよ。上位陣にもね、いろいろと不安のある馬が、多いし、ね、中山コースがね、どうなのかって、やっぱ中山のコース特殊ですから、ね、最後のあの坂、うん。だからね、まあいろいろと難しいんですよね。だから高松宮の結果がね、そのままリンクするとは限らないんですよ。まあ言うてね、最近はレッドファルクスしかり、ファインニードルしかり、結構ね、春秋連覇多いんですけど、まあ今年はね、まあどうなのかなと、まあいろいろとね、考えました。うん。で、まあいろいろとね、まあ考えた結果、見えちゃったんですよね。今年のスプリンターズステークス勝つのは レッツゴドンキがね勝ちますよ。うん、なんかもう終わった馬とかね、7歳の牝馬で来ないとか言ってる人まあ多いと思うし、まあ過去2年はね、まあ、割と人気してたんですけどね、今回はね人気が一気にね落ちると思うんですよ。でもね、皆さん、そんなね、そんな風潮に流されてはいけない。まずね、全然衰えてないですから、この馬。ね。全然衰えてないですから。まず、阪急杯、今年、阪急杯もね、上がり最速です。さらに、高松宮記念もですね、足を全然余してます。うん。全然余してます。さらに、高松宮の中京コースよりも中山コースの方がいいですから。うん。坂のあるコースはね、この馬結構いいんですよね。で、まあ、最初にも話した通り、上位陣に、ね、不安が多いっていうのは、坂克服がね、まあ、ちょっと微妙な馬がね、多いんですよ。ダノンスマッシュとか。うん。だから、まあ、ここがね、まあ、大掛けするチャンスです。ね。ここでね、まあ、桜花賞以来のね、G1 制覇と、まあ、行きたいところですね。はい。というわけで、まあ、勝つのは、レッツゴドンキです。はい。じゃあね、他の馬はね、どうなんだということでね、ちゃんと、書いてきましたよ。ね。他の馬印は、じゃん。本命レッツゴドンキで、対抗モズスーパーフレア、タンウナタワーオブロンドンで、抑えダノンスマッシュ、ディアンドル、ミスターメロディーと、まあ、この6頭ですね。この6頭しか買いません。はい。まあ解説します。はい。あのね、モズスーパーフレアはね、この馬中山校舎だよ。まあ知ってると思うけど、中山ではね、まあやっぱ絶対モズスーパーフレアですね。で、花争いはね、問題ないです。花争いのライバルとなりそうなのが、ラブカンプーとマルターズアポジーでしょ。もう話なら、ね。話なら、マルターズアポジーは戦にでは鼻は切れません。うん。もう全然、天の二波論が全然違うから、ね。だから、モズスーパーフレアがね、まあ枠もそんな悪くないし、まあ取れると思いますよ。うん。まあ、ラブカンプーもね、まあ、変にね、玉砕覚悟でセット来なければ、まあ全然問題ないですね。はい。で、松坂ジョッキーはね、もう思い切った競馬をね、ぜひしてほしい。思い切った競馬をね、思い切った騎乗してくれればね、まあ、おのずと結果はついてくるんじゃないかな。うん。やっぱね、そのまま逃げて前に残ってほしいですね。うん。高松のみはちょっと不完全燃焼だっただけに、ここでね、ここで一気にね、その名誉を挽回してほしいです。はい。で、タワーブロンド。まあ、スプリンターとして本格化しましたね。うん。まあ、前哨戦ちょっとね、走りすぎなんでね、結構こういう馬ってちょっと罠になりやすいんですよ。ああいう強い勝ち方をするとね、やっぱそれだけイメージが強烈なんで、結構過剰人気になりがちなんですけど、まあお釣りがあればね、全然勝ち負けしてもいいんじゃないかなって気はしますけど、この馬を軸にして頭固定するのはちょっとリスクがあるかなと思います。はい。で、ダノンスマッシュ。まあ、坂がね、まあ不安なんですよ。割と、うん。坂のあるコースでね、ちょっと取りこぼしあるんで。だけどまあ春先よりもね、成長はね、まあ、ほんと目に見えてわかるので、成長してるっていうのは。だからちょっと別馬になって、坂も克服できるようになってるかもしれない。その可能性もね、少しはあると。うん、まあ、好勝負はね、まあ、必死かなというふうに、好勝負は期待できます。はい。で、次、ディアンドル。53キロね、3歳牝馬で、まあ、3歳牝馬1頭ぐらい絡むんですよ、スプリンターズステックスっていうのは。で、それはまあ、ディアンドルですね。他にも3歳牝馬いろいろいるんだけど、まあ、ディアンドルかなと。うん。今年のラブカンプー株ですね。ラブカンプーは今ちょっとまあね、ちょっと残念なことになってるんですけど、
まあね、G1 レベルにあるのかどうかみたいなことを疑問視してる人多いと思うんですけどね、もう関係ないです。もう G1 レベルとか関係ない。もう53キロだったらもう突っ込んでいきます。僕はね、もうこういった筋量が軽い馬みたいなのは割と信じるんで、はい。全然来ると思います。はい。勢いが違う。で、ミスターメロディは春のチャンピオンですね。まあ、前走叩きだからね、気にしなくていいよ。明らかにやる叩きだから。しっかりとね、ここに標準絞ってきてると思うよ。標準ね。標準、標準、標準、標準だね。標準こっちに絞ってきてると思うよ、ミスターメロディーは。春のチャンピオンをね、軽視してはいけません。5、6番人気でしょ。舐められてんね。まあ、春と秋はね、直結しないと僕さっき言ってるけど、やっぱ格でね、買うべきです。こういった G1 レースの格が大事です。G1 馬、レッツゴードンキー、あとミスターメロディー、あと星雲恒星か。星雲恒星はね、まあ、きついかな。星雲恒星もきついかな。あの馬いつ走るかわかんねえんだよな。やっぱ中京のね、中京のコースの平坦コースだね、あの馬は。星雲恒星みたいな馬はやっぱ平坦コースが向いてますね。それね、あの馬前に行きたいでしょ。やっぱモズスーパーフライがいるからね、ちょっとモズスーパーフライにちょっとがんじがらめにされちゃうよ。だから、ということをね、いろいろ考慮した結果、まあ、前頭診断でも話しましたけど、やっぱ不安のある馬が多いと。なったらやっぱレッツゴードンキなんですよね。ここでね、もう勝ってほしいですね。僕はもうね、スプリンターズステークスはこれで3年連続で本命がレッツゴードンキで、高松宮記念も3年連続でレッツゴードンキをね、本命にしています。JBC レディスクラシックでも本命にしましたね。で、割と、僕レッツゴードンキ絡みの回収率はね、100超えてると思うんですよ。最近ちょっとね、当たってないから下がってるんだけど、そんな僕が言ってんだからね、間違いないですよ。ここでね、ここで勝ちますよ、レッツゴードンキ。おそらくね、これがラストチャンスかな。偉いね、桜花賞馬でここまでね、走って。ね、早く繁殖に させてやるよとも思うんだけど、やっぱもう一回ね、G1 ね、勝ってほしいと思っている僕もいます。てか、まあ、5枠に、5枠じゃない、5番に入ったっていうのもね、いいね。やっぱ内枠に入って、よかった。岩田さんのね、インチキ炸裂が見れますよ、また。そんな感じですね。まあ、今年はね、足毛の馬もね、足毛の強そうな馬、レッドファルクスみたいなのもいないし、まあ、いいんじゃないかなと思います。というわけで、こんな感じです。というわけで、今から、ボンレス高島大先生とね、まあ、武田君の予想をね、まあ、聞き流してください。どうぞ。こんにちは、ボンレス高島です。やっとですね、秋の G1 が始まるということで、スプリンターズステークスですね。こんな感じにしました。去就馬をですね、ダノンスマッシュにします。川田ジョッキーですね。まあもうね、もちろんスプリンターとしての才能は花開いたわけではありますけども、やっぱりね、戦績見ると坂あるコースへの対応っていうのはいかがなものかというところにケチがつくわけであって、まあ、あとはですね、まあ、G3 までしか勝ったことがないと、ことごとく G1 では壁にね、ぶち当たってるというような馬ですから、まあ、好調な川田ジョッキーがどこまでやってくれるか分かんないですけど、まあ、僕はもう、タワーブロンドンかダノンだったらタワーブロンドンを取るということにして、レースをね、迎えようと思ってるんですけど、そして本命がですね、ディアンドルですね。もう早くもですね、もうこの秋一番の勝負と言っても僕は過言ではないようなね、本命なんですけども、まあ、ずっとですね、デビューの頃から見てましたけど、まあ、なんといっても、まあ、それがいいか悪いかは別としてですね、1200しか使ったことがないと。もうね、賞金的には桜花賞も出れましたし、NHK マイルも出れましたしっていうところで、ね、G1 に挑戦するチャンスはあったんですけど、そこは見向きもせずにね、この舞台一本にかけて1200を極めてきたという馬ですから、北九州記念が、初の牡馬との対戦で2着になんとか粘り込んだという形で、まあね、牡馬2戦目というところでさらにね、慣れも見込めますし、やっぱうまいですよね、レースが。誰が乗っても走るしっていう、3歳牝馬ではありますけど、見劣りしない馬なのかなというふうに僕は思ってますんで、ですね、ここは自信の本命というところですね、僕の。なんとかや秋一発目をね、この馬と共にね、勝利でスタートしたいなというところでございます。はい、以上です。ということで、
はい、今週はスプリンターズステークスの予想で取っていこうと思うんですけれども、はい、ということでスプリンターズステークス、私のことこちらになります。リナーテ、リアンドル、タワーオブロンドン、モズ、スーパーフレア、ハッピーアワー。そうですね、ダノンスマッシュは、ダノンスマッシュはここに来ません。ダノンスマッシュは来ませんよ。ミスターメロディは、ミスターメロディも来ません。あいつは左だけです。やっぱりね、タワーオブロンドン、まあこれがね、なんだかんだ言って強い競馬は前走してましたからね、うん、はい、あ、やっぱり、モズ、スーパーフレア、あ、やっぱり中山、小倉で確か前走勝って、でやっぱり中山の急坂も対応できると思う。小倉勝ってね、小倉、全然そうか。4着でしたっけ。大名プリンセス、あ、そうだ、大名プリンセスだ。入ってないよ、カード入ってないですね。大名プリンセスと間違えてましたが、でも大丈夫、でも大丈夫、大津スーパーフレアが感じますからね。で、ハッピーアワー来たら暑いです。はい、ということで、はい、この後藤ボックスで勝負したいと思いまーす。はい、というわけでね、よかったら参考にしてください。もうね、大学の人前でね、撮り始めちゃってる武田くんは、もうどんどんね、このチャンネルがもう捨てハゲチャンネル化してきてるよ、俺を筆頭に。はい、というわけで、回目をね、ビシッと見せようじゃないですか。はい、じゃん、3連複です。はい、3連複でいきます。1列目、2列目に、まあ本命対抗タンガナまでレッツゴドンキ、モズ、スーパーフレア、タワーブロンドンをバンバンって入れて、で3列目で抑えでね、ダノンスマッシュ、ディアンドル、ミスターメロディを入れました。はい、攻守ともに完璧です。はい、この馬券組み合わせが、はい、よかったら参考にしてくださいな。皆さんのね、まあ前頭診断の時にもね、書いてくださった方いるけども、ディアンドル応援してますとかね、いろいろいるけどもね、Kチャンネル LINE に入りたいとかなんか言いましたけど、よかったらね、いろいろコメントしてくださいな。はい、 G1 始まりましたからね、こっから有馬記念までね、突っ走っていきますよ。あー、ホープフルステークスもあるけど、うん。はい、というわけで、僕はね、スプリンターズステークスの日はね、ちょっと労働があるんでね、まあ、見れないんですけど、まあ現地で見れないんですけどね、映像でね、ちゃんと見て馬券も買ってね、応援したいと思います。